米国株はどうせ上がるよ。下げたら買うだけ。このスタンスを取っていた人はそれなりのダメージを受けているかもしれません。株価が上昇している局面で一時的に下落したタイミングを測って買うこと。これを押し目買いと言います。中長期的に見ればどうせ株価は上がる。それなら下げた時は安く買えるチャンスじゃんってことです。2021年までの米国株はこれが非常にうまく機能していました。このグラフは簡単に言うと1%下げた時に買い向かったら翌週にどれだけ向かわれたか。これを集計したグラフだってことです。 1980年以降、おしめ買いがどれだけ向かれてきたか分かりますね。一方で、2022年はどうかというと、大きくマイナスです。1%下げてる。これは買いのチャンスだって飛びつくと、翌週には、さらに1.2%も下がってしもたこんな状況になっているんですね。とはいえ、インデックス投資はタイミングを読みません。上げてようが下げてようが、自分のリスク許容度の範囲内で淡々と定額を投資をする。なぜなら、長期的に見れば、これが最も再現性の高いやり方だからです。資産形成というのは、大きな問題に立ち向かうための長期的な対策です。短期的に株価が上がっただの。 下がっただのというのは小さなことですね引き続き淡々とやっていきましょう